ガサスハイドです。ペガサスハイドの絵の描き方の本が株式会社ソーティック社より発売されることが決定しました。発売は来年になります。今僕はそのための原稿を100枚以上執筆している途中なんですが、視聴者の皆さんにお願いがあります。ペガサスハイドの絵の描き方の本に掲載されるイラストを募集しています。募集するイラストはイラスト添削動画に投稿してもらっているようなキャラクターのイラストです。イラスト添削動画でやっていることをそのまま本にするという感じです。イラストはオリジナルキャラクターで黒一色で描いたもので投稿してください。背景が描いてあるものや漫画原稿は本には採用されません。今イラスト添削動画に投稿してくださっている皆さんのイラストは本に掲載される可能性があります。もちろん皆さんの絵を勝手に本に載せるということはしません。採用者は編集部から事前にメールで確認をさせていただきます。 YouTube の動画にされるのはいいけれども、本には掲載されたくないという人はお申し込みフォームの絵の描き方本に掲載されたくないというボタンにチェックを入れてください。募集は今年いっぱいまでです。2021年12月31日まで募集をしています。今ね、自分のイラストをウェブで発表するのは簡単になりましたが、本という形にはプロでも難しい時代になりました。イラストを本に載せてくださった方はお名前を掲載させていただきます。この名前は本名でもペンネームでもどちらでも可能です。自分の絵が本になるということは皆さんの絵師としての貴重な経験、記念になること間違いなしです。ハイドと一緒に本に塗りたいという人、どんどん投稿してきてください。お待ちしております。ペガサスハイドです。ペガサスハイドはオンラインサロンをしています。サロンではサロン内限定ライブを公開したり、ここでしか言えないぶっちゃけトークや活動情報をお伝えしています。イラストや漫画を描くメンバーが増えてきたので、お互いアドバイスをし合ったりして、絵を描く人やフリーランスの人にとっても有益なサロンになっています。もちろん絵を描かない人も入会を歓迎します。ハイドチャンネルではメンバーシップを始めました。メンバーになっていただくと自分の名前に推しバッジがついたり、コメントでオリジナルスタンプが使えたり、非公開になった過去動画やライブを視聴していただくことができます。ハイドチャンネルをもっと楽しみたいという方はぜひメンバーになってください。ハイドは人生相談所しています。イラストや漫画の創作活動についてはもちろん、働き方や進路、フリーランス、 YouTube やライブ活動をしている人からもよく利用してくださっています。動画下の説明欄からお申し込みください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。